こちら、ボックスアカデミー。今日は僕、中原良樹が担当します。今日の授業は、ハイキックをスムーズに当てるまでっていうことにフォーカスしてやっていきます。今日説明する技は、僕がワンチャンピオンシップデビュー戦、エミリオ・ウルティア戦で使ったハイキックで、左のストレートを、主軸に組み立てようと思った結果、相手が左のパンチを相当警戒してて、ほぼ当たらずっていう状況で、セコンドの指示だったりで蹴れと。で、練習でこう何回かやったことがあるのがバンって決まったんで、それを今日は説明していこうかなと思います。はい、じゃあまず左が当たんなかった状況は、相手がまずジャブに対してバックステップとパーリングでうまく対応していった。で、その後にストレートはもう全て左が来る左が来るって前提で頭を振って避け続ける。で、ジャブもパーリングと同時にバックステップすることで左フックも当たらないってことで、もっと長い武器を選択っていう蹴りを選びました。で、蹴りなんですけど、よくあるのがワン、ツーで頭を振らせて、これに対して左ハイキック。これだと1、2、3ぐらいのテンポで、上手い相手だとワン、ツーの後に後ろにすねしてハイキックもかわされるっていう状況で、2.5 ぐらいで当てたくて、前手をスーパーマンパンチ、オーバーリアクションで前手を攻撃することで、相手が蹴りがあるっていうのをこう気づかせたくなる。普通のジャブからだと気づかれるっていうことで、相手にその次の展開を察知させないというか、テンパらせたかったっていうのがあって、前手のスーパーパンチを選択して、この後にすぐ左を踏みながらハイキックっていうこの2のパターンを省いて、で、相手が警戒をずっと左に対してしてるんで、前手打った時点でもう相手は次左ストレートだっていう心理が働いてるところに左ハイキックっていう理由でこの技をチョイスしました。スーパーマンパンチですかね。頭をこう振らせるための前振りありきで使っていかないと当たりはしないかなっていう。普通に入っちゃうとやっぱカウンター取られたりとかなるんで、わざとオーバーリアクションで相手にこう一瞬でもやばいって思わせたら、当然警戒してる左も前手の後輪で振ってくるんで、学びが止まったらもう伸びなくなると思うんで、はい、自分で探してくるっていうのも大事な要素かなっていうのは、例えば試合を見てて今のどうだったんだってことで何回も巻き戻してみて、実際練習に行ってやってみて、うまくいかない、何が違うって言って、うまくいった時って一気にこう吸収される気がする。あと思ったのは試合で試すことですかね。やっぱ試合で出した技っていうのは決まんなくてもなんか一気に経験値上がるような。やっぱ自分が振り返った時に自分の人生を後悔しないことって大切だと思うので、あの時ああしとけばよかったって僕はもう言うことはないです。格闘技やめた後も、やりたいことはやっていきたい、後悔せずに死ぬっていうのが人生のビジョンですから、はい。